ふふ、君素敵だね。お付き合いしたいな。お断りします。なんか依頼来た？ちわち。はっくん、そろそろ依頼来た？それ。ええ、ヌーが報酬になっている依頼が一件だけ来ていますよ。来たー。なに？意外とうまくいっただに。じゃあその依頼をこなせばヌーが手に入るだにね。レッツゴー。よーし、頑張るぞ。どんな依頼だ？一件だけということは選択肢がないということか。クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。探偵依頼をクリアしてヌーをゲットしよう。さあどんなクエストだい？雨の日もお仕事なんてご立派ですね。探偵依頼をご確認くださいませ。ん？どれ？これか。試してガッテンマイヤーさん。 USA に住むメリケン妖怪ガッテンマイヤーさんの依頼でジャポン独自のメイド文化を体験してみたいとのことです。おお。あ、 USA に住むメリケン妖怪ガッテンマイヤーさんは人間じゃないんやね。お、ご褒美おてんばメイド絶対かわいい。やったね。やろうやろう。なにこれ、なんかマークついてるけど。この依頼は殺された被害者自身から送られてきました。殺虫事件。あ、なるほどね。はあ、怖。殺された被害者自身から？あ、なるほど。生きてる時に、それで殺されて、死んで妖怪になったってことね。なるほど、なるほど。そういうことね。お、USA からわざわざここまで、ありがとう。迎えに行くんかと思ったよ。あゆうさ不思議探偵社へようこそ。どうしただに？詳しい依頼内容を聞かせてもらいたいだに。ジャポンのメイド文化を知りたいのです。そしてより一層メイドとしてのスキルを磨きたいのでございます。何？ジャポンのメイド文化、何？承知です。何でも、ジャポンのメイドさんはお料理に魔法をかけるとか。それって、青葉にあるメイドカフェのメイドさんのこと？承知です。なんと、ジャポンにはカフェにもメイドさんが。では、私をそのカフェで働かせてください。そういうことね。オッケー、任せてよ。レッツゴー。それじゃ、青葉のメイドカフェにレッツゴー。だに。本当に働けるだに？妖怪でもオッケーですかね。とりあえず、メイドカフェに。雇ってくれるかな？メイドカフェ。やべえ、また鬼とか生ハゲとか出てくるよ。あ、みんなちゃんと傘さしとんやね。はい、メイドカフェ到着。あ、いいね、これ。顔出しとかできる？ちょ、降りよ、自転車。え？なになに？めっちゃ動くんですけど。顔出しできん。微妙に覗くことしかできん。なんこいつ。あ、もしかして。でも別にやんね。いや、何かいる。え、何の反応もなかったのに。面変わりを見つけた。何こいつ。ご主人様、お帰りなさいません。気持ち悪い。って、見破られてる？せっかく可愛く化けてたのに、もう戦うしかありません。可愛く化けてたってあれ、顔出し看板だよ。チームバトル。バトルスタート。レディーゴー。あ、なるほど。福笑いみたいな感じってことね。倒したモテモテンが近づいてきた。君素敵だね。お付き合いしたいな。お断りします。まあ、友達にはなるけどさ。モテモテンと友達になった。モテモテン。それはモテモテなの？モテモテン？モテないの？ニックネームはつけません。モテモテンの情報を妖怪大辞典に登録した。よし、モテモテンの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。どう？は、私としたことがついつい取り乱してしまいました。ご主人様にバトルを仕掛けるなんてメイドとして反省いたしますわ。メイドっていう見た目じゃなかったけどな。お詫びの印にどうぞこれを受け取ってください。なになに？おー、マイニャンパーツメイドのカチューシャを手に入れた。やった。
え、これメイドセット集まるんじゃない？だってこれの報酬でメイドのやつもあったやろ。後からちょっとつけてみるわ、私。じゃあちょっと邪魔よ君ら。ここで働かせてください。見えてる？ここで働きたいんです。見えてないだろやっぱ普通に考えて妖怪には無理だによ。第一にまず姿が見えてないだに。わかった。それじゃあガッテンマイヤーさんの代わりにメイドカフェで働いてあげる。お、またガッテンマイヤーさんが私に取り付けばいいんだよ。なるほど、間接的に体験するということですね。ガッテン承知です。早速試してみましょう。お、取り付いた。お嬢様、お帰りなさいませ。お願いします。あの、ここで働かせてください。え、働くってあなた小学生だよね。はい、でもメイドさんのお仕事を体験してみたくって。なるほどね。よし、それじゃあ職業体験ってことで少しだけやってみる？はい、ありがとうございます。じゃあ準備ができたら声をかけてくれるかな。これは何かしらのミニゲームがあるパターンかな。どの人？この人に話しかければいい。奥か。この人だな。メイドさん体験の準備はできた？お仕事が終わるまで外に出られないよ。準備 OK です。さあ、こなしてみせますとも。うんうん、似合ってるね。サイズもバッチリだよ。へへん、そうっすか。小学生のサイズにぴったりって、なぜ用意してあるんだ。ところで、メイドさんの接客ルールとかってありますか？そうだなぁ。あ、お客さんのことはご主人様って呼ぶことかな。あとは明るく元気にって感じかな。まあ普通だね。明るく元気に、メイドの基本です。なるほどですね。よーし、頑張るぞ。お、来た来た。さあ行くんだ。あ、お客さんが来たみたい。アイナちゃん、最初の仕事だよ。お客さんを席にご案内してくれるかな。はい、行ってきます。よし、ご案内します。え、エネルギー充電率 100% 今通り過ぎる。ほっ、なんて言えばいいんだっけ。へい、いらっしゃい。お帰りなさいませ、ご主人様。新入りメイドのアイナです。お帰りなさいませ、ご主人様。そうそう、それそれ、待ってました、そのお返事。メイドカフェといえばそれだよね。アイナちゃん、もう一回お願いできるかな。はい、お帰りなさいませ、ご主人様。ただいま。変態だな、なんか。しかも小学生だろ。うんうん、いい感じだよ、アイナちゃん。それほどでも。そしたら次は、さっきのお客さんの注文を聞いてきてもらえるかな。なるほど。さっきのお客様。お、この人ね。ご主人様、何を召し上がられますか？それじゃあ、オムライスとシフォンケーキ、それとレモンティーをお願いするよ。はーい。かしこまりました。よろしくね。メイドさんに注文を伝える。オムライスとシフォンケーキとレモンティー。お客さんに注文されたものを教えてくれるかな。任せてください。まずメインの料理は？オムライス。次にデザートは？シフォンケーキ。私はショートケーキの方がいいな。最後に飲み物は？レモンティー。うわぁ、ティーしかない。オーケー、その3つだね。準備ができたらテーブルに運んでね。はーい。間違ってないか心配だに。大丈夫、繰り返し言ったから。ありがとう。いいね、アイナちゃん。うふふって笑い方やめてよ、男なのに。それじゃあ、例のあれ、いいかな。例のあれ？一体何のことでしょう？メイドカフェでメイドさんに頼む例のあれといえば、あれでしょう。ラブラブパワー注入。
楽しんご的なあれだね。美味しくなあれ。これが魔法の呪文。ふふ、これ美味しくなっちゃったな。それじゃ、いただきまーす。承知です。ああ、とても喜んでおられる。なんて素晴らしい魔法なんでしょう。これがジャポンのメイド文化。私感動いたしました。おお、感動したんだ。よかったよかった。ふう、なんとか運び終えました。お疲れ様、エイナちゃん。でもまだ大切な仕事が残ってるわよ。大切な仕事？このメイドカフェではね、他にはない目玉のサービスがあるの。これ以上のサービスが、私とても気になります。お客さんとじゃんけんしてお客さんが勝ったら、メイドさんとツーショットの記念撮影ができるというサービスよ。そんなサービスもあるんですね。それでさっきのお客さんがね、ぜひあなたと写真を撮りたいって。もうめっちゃ気に入られとる。すごいじゃない、あなた。メイドの素質があるのかもね。それほどでも。ほら、お客さんが待ってるよ。早く行ってあげて。よし、全力で勝ちに行きます。ツーショット写真なんて撮らせません。アイナちゃん、もう遅いじゃないか。さーてと。えへへ、お待たせしました。始めましょうか。それではステージの方へどうぞ。ステージでじゃんけんするんや。公開？よーし、絶対に負けないぞ。よーし。頑張ってくださいね。それでは行きますよ。じゃんけんパーポン。どうだ？やった、僕の勝ちだ。マジかよ。あー、負けちゃいました。ご主人様強いですね。えへへ、アイラちゃん、一緒に写真お願いね。どれを出しても、やった勝ちだって言われるんじゃないの。はい、それじゃ撮りますよ。はい、チーズ。なぜ二人も。いや、ポーズ撮らなくていいから、ウサピョン。今日は本当にありがとう。この写真大事にするね。光栄でございます。それではご主人様、いってらっしゃいませ。お疲れ様、アイナちゃん。ほんの気持ちだけど、お礼にこれ持ってって。お天気アプリを手に入れた。え、何それ。お天気アプリ？あ、ありがとうございます。不満げ。露骨に嫌そうな態度取るんじゃないだに。このアプリね、期間限定の特別バージョンでセラピアーズが天気予報してくれるの。おお。セラピアーズ？それマジっすか。好きかわからないけど、もしよかったら受け取って。セラピアーズ大好きです。ほんと？よかった、ありがとうございます。うひょー、思わぬ収穫。はぁ、今日は楽しかった。やっぱりアユナがやりたかっただけだにね。承知です。今日はありがとうございました。知らないことだらけで刺激的でした。お屋敷に仕えていた新米メールだった頃のことを思い出してしまいました。何？ガッテンマイヤーさんにもそんな頃があったらにね。承知です。懐かしくなってきました。久しぶりにあの屋敷に顔を出してみようかしら。あ、そうそう、実はそのお屋敷なんですが、こんな雑誌でも特集されてるんです。ヌー第11号を手に入れた。こんな雑誌に特集されるような屋敷嫌なんだけど。よかったらどうぞ。お、ヌーだ。ありがとう、ガッテンマイヤーさん。これじゃない、屋敷からの脱出つながるの？いえいえ、こちらこそでございます。非常に勉強になりました。じゃあガッテンマイヤーさんはこの先も出てくるんかな。本当にあんなんで勉強になったのにか。ええ、それはもう。そうだ、勉強の成果をお披露目いたします。え、見ててくださいね。ラブラブパワー注入。かわいい。あ、これはガッテンマイヤーさんがやるとちょっときついだに。言うなよ。試してガッテンマイヤーさん、バッチリ解決。イエイ、やっただに。やっただに。これでメイドのやつが来た。アイテム、おてんばメイド。ルーレットボーナス。おーし、術の秘伝書、中継現地玉、フランスパン。とりあえずミュージックカード以外、小当たり以外でお願いします。あ、これは、おいおい、
何？何の嫌がらせ？お、ストーリーのロックが外れた。ヌーゲット、これくらい楽勝だに。あとはケイタさんたちに報告するだけだね。USA に戻って入隊テストに合格するだに。お気をつけていってらっしゃいませ。その前に私は、マイニャン、マイニャン、マイニャン、どこ行った？あったあった。ニャンクリエイト。そして、姿。どこ？メイドさん。メイドさんはどこ？あ、来た来た来た。ほら、メイドのカチューシャ。いやー、かわいい。そして、体かな。来た。おてんばメイド。いや、素晴らしい。やべえ、素晴らしい。超かわいいんすけど。目は、この目がいい。あー、かわいい。ちょいコアお目目とか書かれてるけど、全然ちょいコアじゃないけん。てかね、なんか、昔さ、チャオで連載しとった、キラキラレボリューション？キラキラ、キラリンレボリューションや。あれのね、ナーさんこんな感じの顔やったよ。わかる人はわかるはず。うん。アニメにもなっとったけんね。いや、超可愛いです。やったね。だいぶ変わった、見た目。よかったね。最初に外のやつと戦ってなかったらさ、あれ手に入ってなかったやろ。あのメイドのカチューシャ。分解鏡を使ってワープします。どの辺にワープしたらいいんやっけ？多存の駅、味噌ら家、氷炭池、さすらいそ、調子堂の近く、こっちか。ワープします。おし、来た。んで、時計屋ね。てかさ、まださ、改良はやってくれないのかい？とりあえず、ここでは無理って言ったもんね。入らせて。よっぽれ車にワープします。はい、シューンと。で、次はこっち。いや、いいね、こういう風になんか自由に行き来できるの。もう一回 USA に行っちゃいますか。ゴー。よーし。お、ケイタに入れ替わったぞ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。